会も直前でみんな最後の追い込みに入っているみたい。1分1秒を大切に目標に向けてまっしぐらって感じ。みんなのやる気が伝わってきて、自分ももっと頑張らなきゃって思って頑張れる。これって本当に幸せなことだよね。あ、でもローズとタマモッチは秘密特区のためほとんど顔を見てなくてちょっと心配だった。それで2人ともちゃんと練習できてるかなって思って、2人がいるローズの部屋に様子を見に行ったら、ローズのすんごい大きな笑い声が聞こえたの。あんなにローズを笑わせられるなんて、一体どんな手を使ったの？私にも教えてなんてね。とにかく2人は大丈夫そうでよかった。もちろん私だって準備 OK。 最近の練習ではみんなに褒めてもらえるようになったし、歌に込められた意味や物語とかいろんな知識を勉強したからかなり自信あるよ。そう、今回は絶対に1位になるからね。